ですけど、はい、よろしくお願いします。さて、リスナーの皆さん、こんばんは。後半戦となりました。1月23日、日曜日。時計回りはもう6時30分回ってますね。ハピプレの後半となります。今回ですね、後半はアシスタントさん、くるみちゃんがちょっといないんですね。売れっ子なので、業務が大変ということで、またゲストさんも女性の方なので、ちょっと翔太のおじちゃん頑張ってみようかなと思いますんで、リスナーの皆さん、ごめんね。よろしくお願いします。さて、ハッピープレゼントシーズン5となります。ハッピーは、ハッピープレは、今回からですね、まあ、下田がこういうふうに喋るのも、そろそろやめてもいいんじゃないかというご意見もあるんですが、どこで撮ってるかだけね、お伝えしたいなと思います。シーズン5からは、ハウジングロビーさんのロビースタジオで撮らせていただいてます。長崎の鎮西大社、諏訪神社の表参道、進化する街、新大工商店街からすぐですね、諏訪神社バス停前というところですね、以前の史跡料亭、老舗の料亭がありました風紀楼の前になります。通る人も何をやってるんだろうかと思いながら、たくさんの方が行き交うそんな街の中にハウジングロビー本社があり、そこにロビースタジオがあります。ナビゲーターは DJ 下田、そして今回のゲストさんはお待たせしました。前回登場いただいた時から漢方についていろいろ教えていただいて、あの方ですねって、だいぶ僕ですね、周りの方からいろいろどこに行けば会えるんですかとか聞いてます。 SNS の中でも大変人気です。藤村薬局本店の藤村のぞみ先生にお帰りということでリターンズやってきてもらいました。のぞみ先生、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。遠慮しないでもうそのままぐっと、はい、マイクに近づいてくださいね。はい、久しぶりでした。そうですね、お久しぶりです、ね、3代目のアシスタントの葵ちゃんとも仲良しで、はい、このラジオ出演をきっかけに、うん、はい、漢方相談に来てくれたことのきっかけで、それから、うん、もうすごくすごく今はとっても仲良しになってますですね、はい、葵ちゃんがやってる仲間のコミュニケーションのグループのいろんなイベント一緒にお写真撮ってたりとか、はい、いろいろ参加させていただいてます。シスターズのように、シスターズのように仲良しですね。はい、はい、で、まあ、今日はですね、ちょっと下田とキャッチボールということになりますが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そもそも藤村のぞみ先生が漢方の先生となっていくには、もちろん幼少の頃からの環境とか まあ、お母様であるとか、まあ、先代先々代ってずっと遡っていけば歴史がものすごくあると思うんですが、はい、長崎出身ですよね。そうですね、長崎市出身です。長崎で藤村薬局さん自体はもうどれくらいの歴史があるんですか。はい、130年とか140年とか結構古くからの歴史があるんです。すごいな、130年140年、まあ、いわゆる幕末の頃から長崎の地で皆さんを癒してきてたんですね。そうですね、藤村ファミリーがですね、はい、ひいおじいちゃんとかですか。はい、そうですね、ひいおじいさんが薬局を始めたっていうふうに聞いてます。すごいですね、はい、長崎県民になり代わり何の権利もありませんが御礼申し上げます。ありがとうございます。そういうですね、老舗の薬局に生まれた藤村のぞみちゃんだった頃、少女期の頃には大きくなったらやっぱり薬屋さんになるんだみたいな、やっぱ意識はあったんですか。いや、その時はもう全然なくてですね、うん、高校の時に高校3年生の時進路を選ぶ時にですね、はい、私は看護師になろうと思ってたんですけど、看護師さんですね、はい、はいはいはい、なんですけど、まあ父からちょっと声をかけられて、うん、せっかくお家がお薬屋さんだから薬剤師になってくれない、はい、って言われて、はい、その時に2つ返事で、あ、いいよ、じゃあなるって言って、それがきっかけでした。パパのお願い事を聞いてあげたんですね、はい、優しいお嬢さんで、はい、お父さんのことも大好きだったんでしょ。そうですね、父親のことは、うん、はい、大好きです。そうか、看護師さんも薬剤師さんもまあみんなを癒すっていうところでいうと同じ職業っていう感覚はあったんですかね。そうですね、はい、何かこう医療職には携わろうとは思っていたので、うんうん、はい、患者さんのためにね。そうですね、社会貢献したいとかそういう思いもどっかであったんですか。多分その時はまだそこまで考えてはいなかったんですけど、今こう仕事をしている上でやっぱりこうお客さんが良くなったっていう笑顔を見せてくれたりとか、すごく
そういう意味では私のやりがいになっています。なるほどですね、はい、やっぱりそういう環境の中で育っていてお父様から望まれて、はい、まあ、お名前ものぞみさんですけどね、ね、はい、2つ返事で入っていって、はい、で薬剤の、まあ、世界に入っていくんですが、はい、最初はもともとで言うと、はい、帝京平成大学の薬学部ですから、はい、西洋医学を学ぶんですよね。そうですね、その時は西洋医学ばっかり学んでました、うん、学ん で、はい、で資格を取りますよね、はい、薬学って長く勉強しないといけないんでしょ。私の時はまだ4年生だったんです。で、はい、今6年今6年生です、はい、まあ、それでも4年間西洋医学をしっかりと学ん で、はい、で就職するのはやっぱりその時は、うん、東京の病院に就職しました、はい、東京の方の病院に薬剤師として薬剤師としていわゆるですね、はい、処方をする先生ですよね。お医者様からの処方を、はい、いただいて作る先生ですよね、はい、調剤薬局とかよく呼ぶところですかね、病院の中で病院の中の薬剤部っていうところです、うん、あ、なるほど、はい、じゃあ病院に最初は勤められたんですか。そうですね、なので、うん、普通の飲み薬もありますし、うん、注射を作ったりとかもしてました。してらっしゃったんですね、はい、わ、現場だ、今現場です、はい、なんですね、はい、そこで働きながら、はい、まあ、いずれどこかで実家に帰って後を継ぐみたいな思いはあったんですか。あ、私はですね、うん、親がやっぱり上司になるっていうのはあんまり、うん、望んでなかったので、はいはい、私が実家に帰るっていう選択肢はもともと持ち合わせてなかったんですけど、その大学4年生から6年生に変わる狭間の2年間は薬剤師が出ないので、はいはいはい、その時にちょっと実家の薬局がこう増えることになってしまって、はいはい、薬剤師が足りないっていうので一度父親からちょっと戻って手伝ってくれないかって言われたのが一番最初に戻ってきたきっかけです。ヘルプコールがあったんですね。そうです、支店とかこう増えていくと薬剤師さんが足らないとか、はい、いろんな状況の中で、はい、ヘルプ長崎って言われて、はい、それで戻ってきたっていうのがあるんですね。で、そこから実はまた東京に帰っちゃう、花の東京に戻っちゃうんですか。そうなんです、その3年間を経て、うん、やっぱり漢方を勉強したいっていう思いが消えなくって、はいはい、実家の薬局を辞めて、うん、一旦リセットするんですね、はいはい、で漢方を勉強しに東京に戻りました、うん、なるほど。その西洋医学を学んで4年間薬剤師になって病院に勤めて、でその中で漢方と学びたいという巡り合う接点があったわけですよね。はい、そうですね。それって大きな人生を変えたきっかけにもなるんですよね。そうですね。何があったんですか。大学の時にですね、うん、この冬の季節、うん、体が冷たくて全然眠れなかったんですよね。今と同じように寒い寒い時期。そうです、はい、そうです、はい、でお風呂でしっかり温まってお風呂から上がってすぐお布団に入っても、うん、もう30分も経たないうちに体が冷えちゃってもう全く眠りに入れないっていう時に、はい、寒いと本当眠れませんもんね。そうなんですよ、はいはい、でその時にもともと母親が漢方相談をしていたので、はい、ちょっと電話で相談したところ、うん、ある漢方が送られてきて、漢方薬をお母さんが送ってくれたんです。そうなんです。東京の娘に、東京の私に愛情ですね、はい、はいはい、でそれを飲むともう本当に数ヶ月ぶりに体がポカポカして、うん、その日はぐっすり眠れたんですよね、はい、マジですか。はい、なんか僕らのイメージだと漢方ってかなり長く飲まないと効かないみたいな勝手なイメージがありますけど、うん、はい、そうではないんですね。そうですね、うん、やはりこう体質改善とかとなると、うん、長く飲んでこう体の深いところから変えていかないといけないので、はい、時間は長くかかるんですけど、はい、風邪薬だったりとか、そういう即効性が必要なもの、はい、うん、あるものも中にはあります。ちゃんとあるんですね、はい、葛根湯とかそうですもんね。そうですね、風邪の引き始めにすぐ効くやつですからね、はい、そうですね。あ、そうですよね、はい、僕ら勝手に漢方が長くかかるってイメージしてるだけなんですね、うん、そうなんですよ。それがこうやっぱり、うん、皆さんが漢方になかなか、うん、飲み慣れないというか、はいはいはい、苦手意識を持たれる方もいらっしゃるので、そういうイメージが先行しちゃってるんですね。そうなんです。そのイメージを、はい、まあ、内を広くするのがのぞみ先生の役割かもね。そうですね、 もっと漢方はこう気軽に手軽に取り入れていただきたいっていうのが本当に思っていることです。アンバサダーですよね。はい、頑張ります。アンバサダーにならないといけない、はい。でそのお母様がその送ってくれた薬で本当にゆっくりぐっすり眠れて驚いたでしょ、その時。いや、もうめちゃくちゃ驚きました。はい、はい、そのやはり私はその時はこう漢方は全く勉強してなくて西洋医学だけだったので、どっぷりですもんね、学んでる最中でね、はい、はい、だけだったので、うん、その漢方ってこんなに効くのと思って、うん、こんなに体が温まることってあると思って、はい、でしかも冷え性って、うん、どこの病院に行ったらいいかもわからないし、何かっていうのが
何の病気かが分からないですもんね、まずね、はいはいはい、まあ、女性の皆さん、こう冷え性なんだけど、冷え性は病気じゃないっていう概念は頭の中にはあるんですよね。だけど、どうやって治していったらいいかは分からないっていうので、うん、はいはい、でそのやっぱりこう冷え取りだったり流行ってるので、靴下を何枚も履いてみたりとかするんですけど、うん、そもそも体が氷のように冷たかったら、はい、氷に靴下をかぶせても氷は氷のままなんですよね。凍らない。おっしゃる通りですよね、はい、温かい熱源があるから、それを包むと熱源がこう、ね、はい、温かくしていくけども、氷はそうですよね。そうなんです。で絶対0度以下ですからね。そうなんですよ、はいはいはい、でその女性の中には、その靴下をかぶる、うん、あの履くと、うん、あの温まってくるっていう方もいらっしゃるんですけど、はい、中には、はいはいはい、私はもう体を温める力すらないぐらいの冷え性だったので、うんうんうん、全く温まらなくて、何の意味もないっていうやつですね。何の意味もないってやつだったんですね。はい、そこでその薬が届きました。はい、飲んで、ね、もう本当にその日はぐっすりも手足がポカポカ、自分も暖かく。あのすごくわかりますよ。だってあの唐辛子とか辛いものを食べたり飲んだりすると、はい、すぐ熱くなりますもんね。はい、やっぱりその口に入れるもので体が温かくなるっていうのは絶対あることですもんね。はい、はい、そうなんです。それを漢方薬がスイッチを入れてくれるってことでしょ。はい、そうですね。で、まあ、唐辛子とか生姜とかだとマッチみたいなイメージなので、まず火をつける、はいはい、一瞬こう温まりはするんですけど、うん、持続させる力っていうのはないんですよね。なるほどですね。はいはいはい、ただ漢方薬になると温かくして、それを持続する、温かさを持続させるっていう役割があるものも入っているので、うん、はい、すごく一晩中暖かく、はい、朝起きるまで、なんかあの奥が深いですね。そうですね、すごいですね、はい、でもそれがきっかけで、はい、漢方を学びたいと。そうですね、なんか私みたいにやっぱり冷え性で困ってる人だったりとか、うん、すごく辛くこう眠れないっていうのもあるので、はい、そういう女性にももっとこう広く漢方を知ってもらえたらなと思って。素晴らしい。ありがとうございます。まあ、2回目の登場で、まあ、本当にね、はい、あの藤倉のぞみ先生のことを深く知りたい方はアーカイブの方に入って、はい、あの前の放送を聞いてもらってね、はい、あのそこでも幼少少女時代のことをいっぱい話してますけど、はい、今回はなぜ漢方に、ね、没頭したのかの方にフォーカスしたいので、はい、やっぱり自分の身をもってして漢方がすごいと思いました。はい、実家に帰って、であとそのままね、あの楽ちんに継げばいいのに、いやいや漢方をもっと深めたいと思って戻ったところっていうか、行ったところがどこになるんですか。いつくら中医薬研修塾っていう、はい、あの東京都中野区にある、うん、はい、イスクラ、イスクラなんですね。はい、なかなかね一般の人はあの耳にしないと思いますけど。そうですね、中医薬っていうのは中国の医薬の略でいいんですか。はいはい、中国伝統医学、中国伝統医学と、はい、薬の研究塾ということでいいんですね。はい、そうです。異食同源と言っている中国には、はい、お薬と食べ物の境目がないんですよね。そうですね。うん、はい、食でやっぱり健康にもなるし、はい、悪くなったらばその食の延長線上にある薬で良くするし、はい、ぐらいの感覚でいいんですか。そうですね。ただやはり中国も今はこう現代化していってるので、うん、はいはいはい、もともと中国ってレストランでは冷たいお冷やっていうのが出ないんですよね。いつでも温かいお茶が出たりして、真夏でも、真夏でも、なのでビールは全然冷えてなくて、ビールはすごくぬるい、常温に近いぐらいのですね。はいはいはい、で以前はそれが当たり前だったんですけど、うん、やはりこう中国も現代化していくうちに、はいはいはい、今はこうキンキンに冷えたビールだったりとか、はいはい、そういうのがあるようになって、はいはい、まあ、割とこう薬膳っていうのが少しずつ離れていっているっていう段階にはなっていると聞いてます。うんうん、なるほどですね。はい、欧米化していってますもんね。そうですね、経済発展していくとですね、はい、まあ、なんなら日本より発展している都市もいっぱいありますもんね。そうですね、すごい。でその中国 の、はい、でも中国の伝統医薬、はい、まあ、薬学も含めて学ぶっていうことはかなり勉強しないといけなかったでしょう。かなり勉強しました。偉い自分を褒めてあげないとですね。1年間は朝から晩までもみっちり漢方漬けの毎日でした。漢方漬けの毎日ってそのワードもなかなか一般の方使いませんもんね。そうですね、はい、いや一日中ですね、はい、で北京にも研修に行ったりするんでしょ中国の。そうですね、行きました。向こうの先生方って、はい、
もちろん西洋医学も学んでるけども、はい、それと付随して漢方のこと分かってないと先生になれないようなイメージがあります。中国ではですね、医師はなんか西洋医と漢方医と別々で分かれてます。別々なんですか、はい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 、なので漢方は漢方だけのお医者さん、あ、専門のプロフェッショナルがいるんですね。そうですね、ただもちろん西洋医学の知識も、うん、あの必ず持っていらっしゃる方たちばっかりです。そうですよね、はい、その本場の先生の下で研修したんですか。そうですね。あ、すごい、はい、中国語わかるんですか。あ、中国語わからなくて、うん、向こうの方たちはとても頭がいいので、はい、皆さんが日本語をできるっていうこと。逆にですか、はい、すごすぎますね。すごすぎるんです。あと英語もできますもんね、ほとんどの方が ね、はい、いやすごいですね、やっぱり中国ですね。そうですね、うん、そこで学びました、はい、で1年間はみっちりね毎日漢方漬けだったということですね、はい、それから漢方の知識を持って向こうでやっぱり働くんですか。あちらのですね、漢方専門薬局の方で働かせていただいて、うん、漢方専門薬局あるんですね、はいはい、うん、まあ、そこはあのいろいろ煎じ薬だったりとか、うん、まあ、もうできている漢方薬をいくつか混ぜてその方のオリジナルで作ったり、お客様に合わせて、はい、まあ、患者さんと言っていいのかな、そうですね、合わせてなんですね、はい、じゃあ全てがオーダーメイドに近いんです、そうですね、漢方は、はい、なるほど、それをまた実際また現場で学ぶんですね、はい、で学んできました、はい、いずれはでも長崎に帰ろうという意思は学んでる時にはなかったっておっしゃってましたけど、はい、どのきっかけで長崎に戻ってくださったんですか。ちょうど30歳になる頃だったんですけど、うん、リスナーの皆さんね、見た目は本当24、5なんですよ、ね、みんなで言ってたんですが、実はちょっと大人なんですよね。そうです、実は大人でして、はいはいはい、ちょうど30歳になる頃に、うん、まあ、これからこのまま東京で暮らすのかなっていう、なんとなくこうぼんやりとした迷いみたいなものがあって、はい、で長崎の漢方薬局の方は母親が切り盛りしていたんですけど、うん、母親がちょっと体調崩したタイミングもあって、はい、また2回目の帰ってこないかコールが、うん、ヘルプコールが、はい、ヘルプコールがかかります。最初はお父様が薬学を学んで、はい、はい、と言ってお嬢さんが学びました、はい、野崎先生が、で1回目ヘルプで薬剤師さんがいないからと、はい、で2回目はこのママから、あ、うん、2回目も父親から、あ、お父さんから、はい、お母さんの調子が悪いからよかったらこうそばで支えてくれないかっていうような、パパはやっぱりお願いする役割なんですね、はい、そうですね、うん、でもお父さんに言われたらやっぱりね、はい、そうですね、やはりこう家族の問題が出てくるとなると、うん、すごくこうノーとは言えないですよね、うん、そうですね、はい、それも含めて自分の人生かなと思ってしまって、うんうん、はい、その時にまた戻ること、長崎に戻ることでした、はい、で長崎に戻られて藤村薬局本店で、はい、まあ、調剤薬局の方もね、あの、はい、プロだから、はい、あの薬剤師さんでいらっしゃるので、はい、しながらも今度は漢方の方をアンバサダーとして進めていくという役割もスタートして、ね、お母さんからのね、はい、あのやっぱり受け継いだものをみんなにアウトプットしていかないと、そうですね、はい、でそのアンバサダーとして、はい、このハピプレファミリーのアルマの先生の浦山あずな先生と一緒に、はいはい、あのコラボしてやってらっしゃいますね。そうですね、あの、はい、もともと浦山あずなさんも私の漢方の、うん、はい、あのお客さんから始まったんです。そうなんですね、はいはいはい、で何度目かの相談の時に、うん、実はアルマの先生をしていて、うん、漢方とアルマとコラボしたらすごく面白そうなものができますよねみたいな、うんうんうん、何か一緒にしたいんですけどっていう声をかけていただいて、うん、もうその時2つ返事で、あ、じゃあしましょうみたいな感じになって、そこから薬膳漢方かけるアロマっていうお茶会っていうのができたんですね、はい、だから薬膳漢方だから薬膳お料理の方と思っていいんですか、食べるもの。そうですね、うん、あのお料理自体は私はこうお伝えはしないんですけど、うん、まあ、季節に合わせたとか、うん、あとは体調に合わせた食材の選び方、うん、食材の選び方、はい、はいはい、お伝えしています。なるほど、はい、それとコラボしたかけるアロマということで、はい、香りのフレグランスで癒す方をあつな先生がやってるってことなんですね、はい、そうですね、毎回そのお茶会にはこう、うん、テーマがあって温活、うん、とか、うん、あの生理痛とか、うん、いろんなテーマを決めてそれぞれの、はい、こう薬膳漢方とアロマで、うん、あの患者あのお客さんたちにいろんな知識をこう、はい、ご提案していく、ティーチングしていくということですね、はい、それはどこで行われているんですか。ハフっていうカフェ、うん、あ、OK ですね、皆さん、これも、まあ、長崎のですね、はい、あの大阪さんね、そうです、素晴らしい方が今全国だけではなくて世界何十カ国に3000くらいの拠点があって、かなり、はい、でこの間グランプリを取ってましたよね。そうですね、あのサブスクグランプリですよね、はい、
あのサブスクですごい、まあ、何万か払えばどこででも泊まれるなんてね、はい、そういう、まあ、のをやったのがハーフですよね、はい、そこのカフェ、長崎のですね、そうですね、うん、カフェのあそこの1階のコワーキングスペースを借りてやってます、はい、なるほど、はい、なんか長崎の若い方たち、才能がある人たちがどんどん新しいことをやっていて、うん、そういう人たちがコラボして発信していくっていうのがとても素敵で、はい、ハピプレも応援したいなと思いながら、またその中でハピプレファミリーの皆さんがつながってるっていうのがね、もうありがたいので、はい、どんどん応援していきます。はい、ありがとうございます。そして僕がいつも言ってるんですが、あののぞみ先生が白衣を着て、あの全国のライオンズかロータリー、経営者の皆さんたちに漢方の素晴らしさを伝えると、はい、みんな絶対説得力があるから聞くよねこれをね、ちょっとコラボで講演会方式でちょっと行きたいなっていう話もね、はい、してますので、はい、あのぜひね、全国で聞いてくださってる方、いずれのぞみ先生があなたの街に白衣で登場する時もやってくると思いますので、それもお楽しみにしていただきたいと思います。よろしくお願いします。そして今からなんですが、はい、その藤村のぞみ先生は藤村薬局本店をもちろん守っていかないといけないと思うんですが、はい、その中で漢方の、最初僕が言ったみたいに長くかかるとか、はい、イメージとして誤解されてる方がすごく多いじゃないですか、はい、あとその敷居が高くて難しいだろうとか、はい、そういった人たちにどのように今からやや間口は広いし敷居は低いしリーズナブルだし、さっき言ったように速乾性もある、速効性のあるものもあるじゃないですか、はいはい、そういうものをどのように伝えていきます。そうですね、やはりこう漢方とかってあの苦くて高くて効くまでに時間がかかるっていうような、3つ出ましたね。そうだし、なんか漢方やってるのはすごくひげのおじいさんが出てきそうみたいな、仙人みたいな、仙人みたいな方が出てきそうみたいなイメージがあると思うんですけど、やはり漢方っていうのもこう味によって効果が違うんですよね、うんうん、なので苦いものは体からこういらないものをデトックスしてくれるし、デトックス、はい、大事大事、うん、そう、甘みがあるものは体を補ってくれるものが多い、うんうん、でそれって食材も同じで、はい、例えば夏よく食べるゴーヤー、はいはい、にがうり、うん、そう、にがうり、うん、あれはですね、体から余分な熱をこう取ってくれるから少し苦みが強いんですよね、うん、なるほど、はい、意味がちゃんとあるんですね、はい、苦さに、はい、はいはい、逆にかぼちゃだったりさつまいもだったり甘みが、甘い、そう、うん、甘みが強い黄色っぽい食材、うん、加熱するとホクホクするものっていうのは、うんうん、体にこうエネルギーを補ってくれる役割があるんですよね。あるんですね、はい、あ、だから黄色を見るとちょっと元気になったりとか、はい、やっぱりそういう色も関係してるんですね。そうですね、うん、体の中を5つの臓器に分けた時に、はい、その黄色っていうのは胃腸に入りやすい色になるんですよね。なので黄色っぽいこうホクホクして甘みの強い食材っていうのは胃腸を元気にしてくれる、うんうん、で胃腸っていうのは体を食べたり飲んだりしたものを、うん、栄養を、ね、栄養を、はいはいはい、吸収したりする体の発電所になっているので、発電所、素敵ですね、はい、その言い方、はいはいはい、なのでその胃腸を元気にしてくれる、エネルギーを作り出してくれるっていうので、うんうん、その漢方っていうのを難しく考えずに、うん、スーパーで買える食材とかでも自分の体をうまく立て直すこともできるので、うん、そっか、今そののぞみ先生が教えてくれただけでも、はい、甘いものは、はい、まあ、栄養をつけて、はい、まあ、ホクホクしてるものも栄養をつけて、黄色いものって、はい、そういうふうにスーパーで見ていけば、はい、大丈夫じゃないかと今思いました。そうなんですよ、うん、あのなのでこう例えば胃腸がこう調子が悪い時は、うん、甘みが強くて加熱するとホクホクする黄色いものっていうのを食べていただくと、うん、胃腸のケアにつながるっていうこともできますし、はいはい、例えば夏、真夏、炎天下、外にいて、うん、カッカカッカしてる時に、熱中症手前ぐらいでね、はいはいはい、気にはゴーヤを食べたりだとか、うん、あと、まあ、今ちょっと冬なんですけど、うん、もう夏の食材としてその体の熱を取り去る代表的な食材はスイカ、ね、あ、スイカ、はい、水分も美味しい、そうです、ね、甘くて元気にもなりますよね。そうですね、冷やしても美味しいしね、はい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 、なのでやっぱりこう旬の食材っていうのはすごく大事にしてほしいっていうのも、うん、旬は意味があるんですよね、はい、旬はとっても意味があります。そうですよね、はい、日本にも古来からあの和漢生薬ってありますもんね、言葉がね、はい、あと旬の食べ物を食べれば元気になるっていう、はい、それはあの、まあ、言えば漢方が難しくなって、はい、異食同源って言ってらっしゃることが、はい、食べ物からも私たちは元気になれるんだっていうことを分かりやすく伝えるってるってことですよね。そうですね、うん、やはり旬っていうのには本当に意味がある、うん、で旬はやっぱりその時に一番栄養価が高い食材なので、うん、やっぱりそれを常に摂っているだけでも体は元気になっていきます。
わかりましたか、リスナーの皆さん。あの漢方を難しく唱えずに、普通にスーパーで食べるものを買って、自分の体のためになるものを食べていけば、それも医食同源で、はい、漢方の入り口のようなものだってことですね。そうですね。本当にあかんと思ったら、藤村薬局本店さんのウェブページとかウェブサイトね、はいはい、そしてインスタの方ですか、今力入れてるの。今ちょっとインスタに力を入れています。ちなみにアカウントは何で探せば？カジュアル漢方で探してください。カジュアル漢方、はい、お手軽なね、そうです、ファッションのような、はい、うん、漢方をもっと身近に取り入れていただきたいっていうので、うん、カジュアル漢方っていうので。なんですね。はい、実はツイッターの方がたくさん皆さん見てもらってるみたいなんですが、今のぞみ先生はインスタの方に続行なので、はい、カジュアル漢方の方でね、はい、結構写真とかも上がってますね。そうですね、結構、はい、ストーリーズだったり写真も上げてます。上がってるんですね、はい、じゃあそっちから入ってもらえればね、はい、コンタクト取れます、遠方の方もですね、はい、いやあ、あっという間に、今日もね、30分が過ぎようとしてますが、はい、結びとなります、はい、リスナーの方、全国でも聞いてると思うので、はい、藤村のぞみ先生からメッセージをお願いします。はい、漢方はですね、やはり最高のアンチエイジングになると私は思っています。イエーイ。はい。なので、漢方を難しく考えずに、普段の食事からですね、薬膳などの方を取り入れてもらって、どうしてもダメな時は漢方に頼るのもいいかなと思います。はい、夏はウェイクボードとかやって真っ黒に日焼けするはずなのに、はい、美白です、真っ白です藤村のぞみ先生自体が漢方を体現していると思います、はい、ぜひねインスタの方でお顔も見てください、はいはい、ウェブページもね検索してくださいね。今日1月23日のハッピープレイ後半のゲストさんはリターンズでやってきてくれました。いや今日久しぶりに会っても美しいですね。藤村薬局本店漢方のアンバサダー藤村のぞみ先生にお越しいただきました。楽しんでもらいました。あ、めちゃくちゃ楽しかったです。また来てください。はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。